こんにちは。使用ベースの紹介をしますね。その1。T&L、L2000、U、S、A、3000ドメネックです。アクティブパッシブ切り替えスイッチでパッシブにして、電池も外しちゃってます。ハイとローをフル10で使ってます。アクティブにすると音が暴れすぎるような感じです。結構重く、アトリエ Z に次ぐ 5.0kg です。あと、ミュージックマンの5弦の3台は、リハに持っていくには気合が必要ですね。フェンダー、U、S、A、アメリカンデラックスジャズベース。私に中でアクティブベースブームが来ていた頃、つい買ってしまった初期型のアメデラです。ボディがちょっと小さいディンキーシェイブで、重量も軽く取り回しも楽です。なのでリハはもっぱらこれを使っています。3バンドイコライザーは調整が面倒なので、オールセンタークリップ1で使ってます。でもこれじゃアクティブの意味ないんだけどね。シャドウスキー、東京、RD5、Q、ブアスト。こちらもディンキーシェイブのボディです。トーンコントロールのベースの方はセンタークリップ式ではなく、フラットからブーストしていくタイプです。音は思ったほどドンシャリではありません。引き締まった好みの音です。アトリエ Z、MI200、とにかく重いですね。手持ちのベースの中ではダントツの 5.8kg あります。リハではすぐ肩が凝ってしまうため、ストラップを幅の広いクッション性のあるものに変えました。持ち運びの時もやっぱり重いので、つい使う回数が減ってしまいます。音はパキパキのドンシャリです。アトリエ Z といえば、やはり今は亡き、青木智人さんのイメージが強いですね。次は変形ベースです。ジャズベ、タイプ、プレベ、タイプを長年使っていると、そろそろ変わったのが欲しくなる。これって私だけ？ヘッドが下がったり、ボディの収まりが悪かったりと、とにかく使いづらい。でも、そのマイナス面をはるかに上回る派手なルックスと、まだまだ若いもんには負けないぞ、というパワーが湧いてくるんだよね。ただ、ピンクノイズの中では若干浮き気味かもね。ギブソン、サンダーバード、4ベース、変形ベースの代名詞ということで、まずはこれを手に入れました。文句なしの重低音ですね。アイバニーズ、アイスマンベース、フラップ、次にグレコのミラージュベースが欲しくなり、物色していたところ、このカラーリングを見て一目惚れ、即買いしました。アイスマンは海外専用モデルで、このフラップは2008年のアイバニーズ30周年アニバーサリーモデルとのことで、この赤白の他に黒白もありました。ハムバッキングにこのパッシブでサンダーバードと同じレイアウトですが、こちらは癖のない素直な音です。ただ、まだリハで1、2度使っただけです。B、C、リッチ、モッキンバードベース、ヘリテージ、クラシック、変形ベースといえばサンダーバードと並んで、もう一方のニュー、B、C、リッチも当然、欲しくなるわけで、U、S、A 製ではありませんが雰囲気はバッチリです。B、C、リチといえばクリーム色のディマジオですよね。ということで早速乗せ替えました。オリジナルはプリアンプにバンドイコライザーでいかにもアクティブという音でしたが、ディマジオに変えてからは、より引き締まった低音になりました。B、C、リチ、モッキンバードベース、1600J。今度はこれが安く売られていたので、つい買ってしまいました。これも U、S、A 製ではありませんが、スイッチ類は同じレイアウトになっています。どのスイッチもほとんど使い道がなく、皆この回路をバイパスして使っている人が多いようです。セイモア、弾管の P タイプピックアップが2つ付いていることでプレベ的なモコ、としたものではなく、ジャズベ的なパリ、とした乾いた音です。あと、B、C、リチといえば、昔、後藤継ぐ年さんがイーグルベースを持った、チョッパーズ、ブギ、ノエル、P を買ってよく聞いていました。J、ロック、特にビジュアル系、ではモッキンバードベースを使っていた人も多かったですね。それじゃまたね。その2に続きます。バイバイ。